はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の全化式丸2をお送りします。で、前回からね、全化式始まって、で、全化式ってめちゃくちゃ問題のバリエーションが豊かなんですね。なので前回と違うタイプの問題を今回2問やっていきますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。で、まあ、これは個人的なお願いになるんですけど、まあ、全化式、さっきも言ったように本当にバリエーションが豊かです。よくで、しかもよく出てくるし、出題される上にパターンが結構あるのね。で、今回は特徴として、これも覚えてほしいんですけど、今回一般項出すんだけど、特徴としては a のプラス1、これね、こっちに持ってくると先から書いちゃうか、まあ、この状態でもね、判断できるようになってほしいんですけど、an プラス1マイナス an が 4n になってるのね。こう an、まあ、隣同士ね、 an プラス1項から an 項を引いたものが 4n になってる。で、前回の動画の時に下の問題、これ下にも4問あったんですけど、そこでは an プラス1引く an が3とかいう風になった時は、それは等差数列なので、an プラス1イコール 3an、 つまり前の項に何かをかけてる状態になったら等比数列だった。で、その2個も判断してほしいし、今回みたいに、まあ、隣の項を引いたら 4n みたいな、こっちも 3n2 乗になって n が入ってるんですけど、この時は解差数列なんです。これ解差、隣同士引いたらその一般項が出てきてるから 4n っていうね。で、これは解差数列そのままになってるので、で、ちょっとピンとこない方は、少し前に解差数列っていう動画も撮ってるので、そこを見ていただけると、もうこの状態もろ出てるから。BN がこう、みたいなね。っていう風になってる。つまり、これが今何を表してるかっていうと、まあ、ちゃんと書くとね。数列。あ、ごめん、間違った。失礼。ちょっとね、ふにゃってなってしまった。数列 AN の、まあ、途中式書かされることを、まあ、このぐらいだったらあんまないかなとも思うんだけどね、まあ、一応 AN の解差数列の一般項でいいかな、あ、第 N 項でいいかの第 N 項が 4n、 ちょっとごめんね、ずらします。なので、さっきも言ったように、まあこうね、この an の解差数列を考えた時に、その n 項目が 4n なんだよって、まあ一般項みたいな感じでね、って考えてもらうことができると。だから解差数列の時にやった公式、あ、公式もね、特徴があれがまあ使えると。つまり解差数列で考えてるから an、 あ、待って、あれだね、 n が2以上の時、まあ解差数列のルールなので、これをちゃんと書いておくと、の時に an イコール a1 です。まずね、 a1、 今書いてある1だね、1プラスシグマ k イコール1から n 引く1までの、ここの一般項というか、この n 項目が入るから 4k ね、 k で考えてるから n を k に変えてください。で、あとこれ解くだけです、普通に。で、これ解いていくと1そのまんま。で、4ね、前に出しちゃいましょう。4× シグマ K なんで、2分の1。N カッコ N プラス1になりたいんですけど、まあね、もういっぱい出てきたけど。上が N 引く1になってるんで、ここが N カッコ N 引く1になります。で、これを解いていくと、1と2。で、展開すれば、2N2 乗マイナス、2n プラス1かな。で、こうなる。で、必ず n が1の時成り立ってるか、まあ、満たすかをね、確認しなきゃいけないので、n1 入れると、2−2+1 で1になる。ちゃんと a1 とね、一致してるので、これは、の時を満たす。で、この部分の書き方は、これかなり省略形でこれ書いてるので、
学校の先生が、N を代入したら、1になる。これは A1 イコール1を満たすので、みたいな。詳しく書きなさいっていう先生だったらそっちに合わせてください。ここで減点もらうのはね、もったいないんでね。で、満たすって分かったから、最後ね、答えとして、一般項は、今出したやつね。2N2 乗、マイナス 2N、よいしょ、プラス1でしたよと。これで終了になります。ちょっとピント合わせながら喋りますね。なので、新しい知識っていうのは特に使ってません。解説数列の時の公式やってるだけだからね。ただ、最初にこの状態になったら、あ、解差なんだって気づけないとそこに持っていけないんで、だからその特徴を覚えてもらえるといいかなと思います。で、こっちもね、まあ、同じなんですけど、まあ、特徴としては AN 持ってきた時、つまり、隣の項、N プラス1項目と N 項目を引いたら、それが N を使ったものになってるよって。こうなってるから、あ、解差数列なんだと思ってください。使うのはね。で、じゃあこっち側ちょっと端折った、まあ、途中式なくても、ない時バージョンでやらせてもらいます。まあね、この一言とかちょっと無視しちゃいますけど、まあ、解差だからさ、まあ、この時考えてるよなって言って、AN イコール A1 だから、2プラスシグマ K が1から N-1 で、ここにこれが入る。 N を K に変えてね、こうで、あとこれ解いていきます。2はそのまんまで、これは3の形状なので、等比数列になってるから3ずつ増えてるからね、かけてるから、だから R-1 分の初項 K が1入れたら3になるから、初項をカッコ R のここ乗ね。N-1 乗引く1と。で、こっち行こうか。ここ2だから、結構めんどくせえな。2プラス、ちょっと上まとめようか。2分の3配ると、ここ3の N 乗だよね。3がくっつくからね。で、後ろマイナス3。これまとめると3分の1で、また。で、いいよね、やっぱね。じゃあですね、ここが2分の 3N2 乗、こうね、 3N2 乗とこっちマイナス2分の3なので、こいつ2分の4じゃん。だから2分の4とあいつくっつけるとプラス2分の1になります。2分の4とマイナス2分の3をくっつけたね、計算した。で、こっから2分の1をくくり出そうか、最後。そうすると3の N 乗プラス1とこうなります。で、必ず N が1の時満たすかね、確認をして、1を入れると3プラス1、4で2分の4だから2、ちゃんと満たしてるね。つまり、まあ、途中式書かない、まあいっかこう書いておこうか。 N1 の時を満たす、つまり AN イコール、これギリかな、あ、割りかし入るか、2分の1カッコ3の N 乗プラス1とね、これで終了となります。ちょっと左に折っちゃったね、最後ね。いいかな。まあ途中でもね、少し話をしましたけど、大事なことはこのパターンね、になったら解差なんだって。で、1個前の動画のその下の問題、このパターン、こうなったら等差、こうなったら等比、こうなったら解差で解けるっていうのが3つね、これ3つ出てきたんですけど、で、次回は今度ここ AN プラス1、これ AN でしょ、こことかに5とかの係数がつきます。例えば、3AN プラス1イコール 5AN マイナス4みたいな、そういったパターンです。で、そうなるとまた違う解き方に出てくる、パターンが変わるんだよね。でも、ごちゃごちゃね、ちょっとして、もうめんどくさってなりやすいとこではあるんだけど、やってることはそんなに難しくないのと、最初の問題出てきた時に、あ、このパターンね、OKOK って判断ができれば、解くことはできるので、なので、もしよかったらね、次回の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。